皆さんこんにちは。今回は、ある住宅街に関する不気味な都市伝説があるらしいので、それについて紹介します。この件について、情報も募集しておりますので、地元の方、何かご存知でしたら教えていただきたいです。以前に視聴者さんから、あるブログに書かれている記事について調べてほしいというリクエストをいただきました。その記事というのがこちらです。恋学母の怪事件という記事で、国分寺市の恋学母にある住宅街の話です。住宅街にある通りで、奇妙な現象が起きているらしいのです。その現象というのが、歩いているとどこからともなく、うるさいよ、静かに、と聞こえてくると言います。それは友達と話している時、自転車のブレーキをかける時など、とにかく音を出していると聞こえてくるらしいです。聞こえてくるのは、ある家の中かららしく、ブログ主さんが近所に取材をしたところ、奇妙な事実が発覚します。声が聞こえてくる家はわかっているらしいのですが、誰一人として、住人の姿を見たことがないらしいのです。ある人によれば、布団を叩いていると、うるさい。と聞こえてきて、後からその家に菓子折りを持っていくと誰かが住んでいる気配はなかったと言います。非常に不気味な話ですが、この家に関してこのような話をしている人もいました。50年ほど前は普通の家族が住んでいたものの、ある時火事が起きて全焼してしまい、一人を残して行方不明になったことがあったそうです。不思議な燃え方をしているという話もあったそうで、結局、生き残った人も誰なのか見分けることができないほどの火傷で、結局、本人も口が聞けない状態で火事の原因は不明です。また、焼け跡からは逃げた痕跡がないそうで、全体的に不可解な火事でしたが、さらに家があった時から井戸が見つかったそうです。それから新たに家が建って人が住んでいたそうですが、3ヶ月も経たないうちに引っ越ししてしまうそうで、みんな床下から声が聞こえてうるさくて眠れない、と話しているそうです。その他にも、取材中に幼稚園児の一行がおり、先生にここでは静かにするように注意していたり、テープレコーダーにうるさいよ、という声が記録されていたり、この記事が書かれた当時も声は健在だったようです。非常に不気味な話ですが、この記事では詳しい座標や写真まで掲載されており、単なる創作であるとは思えません。うるさいよ、という声、近所の変わり者の仕業だと思っていたのですが、聞こえてくる家の話を聞くとそうではなさそうです。記事では、霊現象なのか、恋学母に住む妖怪なのか、結局、謎である、とのことでした。今回は、この都市伝説についてできる限り調べていきたいと思います。さて、座標も掲載されていましたので、Google マップで確認してみます。ブログに掲載されていた写真と同じ構図でマップを見てみた図がこちらです。声が聞こえてくるのはここにある家です。この家だけ草木が生い茂っていて全体は確認できませんね。周囲は普通の住宅で、確かにこの家だけ浮いているような気もします。航空写真で見たものがこちらです。普通に他の住宅と隣接しており、本当に声が聞こえてくるなら、結構気になりそうですね。さて、この都市伝説について調べてみたのですが、不思議なことが判明しました。このブログ以外に、情報が見つからないんですよね。2021年に国分寺スレにこの噂に関する書き込みがあるものの、ネットで知ったと書かれているので、おそらくこのブログから知ったのだと思われます。また、このブログは近隣住民に取材までしている本格的なブログなのですが、これ以外に記事が更新されていません。2008年にこの記事を投稿してから、一切の更新がないのです。それもまた不気味な話ではありますが、本当に恋学母の住宅街でこのような現象が起きているのでしょうか。ブログから、この家に関する情報をまとめます。50年前、まだこの周辺が農地だった頃に家族が住んでいた家でした。その後に火事が起き、周辺はまだ畑だったためこの一軒だけが燃えてしまいます。
それから、また家が建ちますが3ヶ月ほどで引っ越してしまうとのことです。で、この火事が事実だったのか気になるところなのですが、2008年時点で50年前とのことなので1960年あたりに起きた火事だと思われます。一応、新聞を検索してみましたが、1999年に西小岩窪で全焼する火事が起きた記事以外はヒットしません。さらに、当時の航空写真を見てみるとちょうど1960年代の写真が残っていました。この部分が例の家ですが、すでに周囲には家が建っていることがわかります。ブログでは当時はこの辺はまだ畑だったので、この一軒だけが跡形もなく燃えてしまったんです。と書かれていましたが、この航空写真を見る限りだと、そうではなさそうで、この状況で一軒だけ全焼したという証言はちょっとおかしい気がしますね。噂がこのブログしかないことと、証言との矛盾から、このブログの創作ではないかという可能性も出てきます。この記事、確かに具体的な場所も示されているので現実味があるのですが、取材した人の名前の表記が、アルファベットに文字、おそらくフルネームとなっており、近所の人がわざわざ名乗ったのかという疑問もありますし、数々の証言も、不自然なほど詳しく、最後の警察の証言もここまで話すのかという内容になっております。また、この記事が投稿された2日後にコメントが投下されており、地元民と思われる方がコメントしています。このコメントも違和感がありまして、1記事しか投稿されていないこのブログをどうやって見つけたのかという疑問が残ります。記事が投稿されてから2日しか経っておらずさらに地元民と思われる方のコメントです。ブログ主の自演の可能性もあるかもしれません。このことから、この記事に関してはだいぶ懐疑的に考えています。しかし、場所が具体的に示されている以上、地元でのみ知られている話かもしれないので、情報を募集したいです。この近辺にお住まいの方、今回のような噂を聞いたことがないでしょうか。ちなみに、Google マップで2014年から2020年の写真を確認したところ、この部分の鉄の板が定期的に変わっているので、おそらく人が住んでいます。床下からの声は平気なのでしょうか。なかなか不思議な話でしたね。なぜ井戸があったのか、うるさい、という声は何だったのか。多くの疑問が残る都市伝説となっています。井戸に何かが住んでおり、火事になった一家は犠牲者だったのかもしれません。